目黒川は日本の南関東の東京都世田谷区、目黒区及び品川区を流れて東京湾に注ぐ河川、二級水系の本流である。川口付近では古くは品川といい湾岸開発が進む以前は川口付近で流路が湾曲していて流れが緩やかであったため、古くは港として使われ品の行き交っていた川であった。これが地名。 品川の起こりとされる。江戸時代の絵図などでは、その上流の下目黒付近では、コリト鳥川と記され、江戸時代に、目黒川と記した絵図は確認されない。コリト鳥は、コリト鳥の意で、この川で身を清めてから、目黒不動村に猛出たことにちなむ。1957年には、台風22号による集中豪雨で氾濫が発生したことがある。目黒川起点。 右から北沢川が、左からカラス山川が合流する。2014年の年末に、初の試みで、中目黒付近の目黒川沿いの木々に、青色のイルミネーションが施されて、多くの人が訪れたが、2015年は、実施されなかった。東京都世田谷区、三宿の東中橋付近で北沢川とカラス山川が、合流して目黒川となり、南東へ流れ、 品川区の天皇アイル駅付近で東京湾に注ぐ。起点から国道246号の大橋までの600メートル強の区間は暗渠化され、それと合わせて地表部分には人口のせせらぎを抱いた緑道が整備されており、カルガモや鯉、ザリガニなど様々な生物が住み着いている。大橋より下流は海挙となっている。1995年以降、 清流復活事業として、目黒川を流れる、水の大部分は、新宿区の東京都下水道局落合水、再生センターで下水を高度処理したものを導いている。これにより、水質が改善されて墨浮き彫りなど魚類が増え、東京湾から、マハゼやあユ、ボラが遡上するようになった。子供たちによる、イベント、生き物発見隊で採取された魚などは12種類であった。 目黒区の辺りでは岸に桜並木があり、花見の時期には多くの見物客で賑わう。カルー部の地下には首都高速中央環状線の山手トンネルが建設された。かつては品川橋から北方面に流れていた。北品川橋付近が河口であった。途中には品川橋がかかっていた。また、江原神社の北側を蛇行して流れていたが、直線化された。 ほとんどは暗渠化され、その多くは、緑道として整備されている。目黒区内の河川図、緑道図を橋中の橋目黒川水門北沢川と、ド、カラス山川の合流点より記載。目黒区目黒、目黒新橋よりここでは、絵画などに描かれた目黒川について解説する。なお、千代が、池は、目黒川北岸にあった池である。この川をモチーフにした楽曲を、 複数の歌手が発表している。このほか、2012年2月29日に発売された、フラワーの楽曲、サクラリグレットの歌詞のフレーズにも、目黒川が登場する。2018年3月28日に、西島美恵子の目黒川が発売されている。ありがとうございます。